さあ、ということで盛り上がりましたが、はい、ここで終わりと見せかけて、イラさん、うん、最後はまた今月の一冊です。はい、今月の一冊はこれです。はい。ま、枕。桂小三治さん、この前亡くなったよね。あ、人間国宝の落語家さんです。はいはいはい、話家、うん。で、この人は、小三治さんに詳しい人ならわかると思うんだけど、例えば1時間自分の時間をもらうと、はい、前半の30分は、フリートークなんですよ。あ、で、後半の30分、あるいはひどい時には40分、45分、自分の好きな話をしてみんなを沸かせて、最後の15分で自分の持ちネタをやるの。はい、なるほど。古典落語の持ちネタね。もう、ささっと簡略に入れちゃうわけ。ささっとなんだ、そっちが。で、無類に、小三治さんは枕が面白いということで、枕だけを文字起こしした本が講談社から出てるんですよ。枕だけっていうのがいいですね。だからこれは小三治さんの創作です。うん、なので、これをぜひ、今こんなに話題になってるのなんでっていう地味なわかんないと思うんで、うんうん、いいんじゃないかな、読んでくれると。あ、一本目がね、ニューヨーク一人歩きっていう。いきなりニューヨーク、中年になってからニューヨークに行って、外国でどんな目にあったかっていうのを面白おかしく書いてるんだよね。うん、で、その次はサンフランシスコの語学留学の話。うんうん、そして、これが、超名作と言われている卵かけご飯です。卵かけご飯。戦争中は家族何人 ?4 人5人で卵が1個しかないんだって。あ、ものすごくよく溶く、うんうん。誰かのところに白身がいっぱいいかないように。うんうん、なるほど。醤油で倍ぐらいに薄めて、うん、辛いのを全員のお茶碗こうやって蒸すとか並べて、ちょっとかけていくと。そして戦争が終わり、話し家になり、売れた時、さあ、卵かけご飯大好きなんだけど、一人で一個堂々と贅沢なご飯を食べる、何が一番美味しい食べ方かっていうのを小三治さんが考えたっていうのが、卵かけご飯の回なの。なんかちょっと感動話っぽいですね。感動話もあるよ。お父さん、お母さんのね、うん、教育パパ、ママに対する憎しみを、50、60になっても持ち続けていた。東大に行けって言われて、で、青山高校かなんかなんだよね。あ、そうなんですね。うん、都立の青山だから、ちょっとできれば東大にすぐ行ける学校だったんだけど、うん、高卒で話し家になっちゃう、飛び込んだ。っていう小三治さんの人柄がよくわかるので。でもその枕の部分を、まあ、文字起こしたってありますけど、うん、まあ、もちろん多少は、ん?だから、実際に話したやつを、まあ、本人が少し手を入れて文章にしてるって感じなんですか?そう。だから、実際には、YouTube に今、小三治さんの録音いっぱい上がってるんで、頭のところ聞いてくれればいいんだけど、ゆったりテンポで間を取りながら、会場を探り探り、話をしているっていうトーンはすぐにわかると思うんで。それは文字にも現れてると。うん。ただ、ね、文字はやっぱりスーッと読んでしまうので、やっぱり本当に見た方がいいか。ね、うん。で、どっちでもいいんじゃない?でも、これは一冊本当持っててもいいと思う。すごく面白いから。ぜひぜひ読んでみたいと思います。はい。でも懐かしいな。小三治さんのよく行くカフェがうちのそばにあったんだよね。昔住んでいるマンション。ああ、そうなんですか。うん。で、子供たちと一緒に僕が早めのランチに行くと、小三治さんもお客が混まない11時半ぐらいに一緒に来るわけよ。へえ。で、ちょっと話をして、で、うちの子供は厨房の方に入っていって、そのハンバーグだったり、オムライスだったりを小三治さんのところに持って行ったりしてたの。すごいな。どうぞって。なんだ、うん。そんなことが何回かあったんで。いい話ですね。うん、すごい懐かしいなと思って、この本を選びました。あ、いい話ですね。はい。枕、ぜひぜひ。柳家小三治、枕、講談社文庫で、おすすめです。はい。ありがとうございます。ということで、また次回お目にかかれるのを楽しみにしています。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。